ま、昨日は出るかな出るかな出るかな、はい、いわゆるですね、犯人をみんなでボコすという回でした。このですね、犯人はですね、ちょっとね、明かせないんですけどね、ネタバレ防止のために、まあ、みんなで犯人をボコボコにするという、そういう回でしたね。でですね、まあその、ボコした後にどうなったかというとですね、今までね、やそいなばね、どういう状態だったか覚えてますか？そう、霧でね、街全体が覆われていて、何も見えない、そういう状態だったんです。でもですね、このですね、犯人をね、ボコした後にどうなったかというとですね、ちゃんと霧が晴れ、やそいなば最高というですね、このですね、ハッピーエンドをですね、迎えました。ちょっとあの家庭に関してはネタバレのため省略しますが、ざっくりというと、この事件の犯人をボコしてやそいなばの霧を晴れさせたという回ですね。でその後にですね、年末のねちょっとイベントがありまして、スバルはこんな感じで過ごしました。まあ何がとは言わないんですけれども、まあ大体ねこのイラストを見ていただければわかるかなと。まあやっぱりねクズはクズらしく、クズのなんかそういうね本能に従っていきました。はい、というようなねところですが、ちょっと短すぎないって思った人いると思うんだけど、あのマジでこれがこれが全てだよね昨日の。みんなこれが全てだよね昨日。はい、あのこういう感じでです、こういう感じですね。はい、なのでですね、まあ詳しくはねちょっとね中身見たいなという人はね、ぜひ前回のねアーカイブをね見てみてください。ちなみにスバルはね、さっきねやそいなばのね漢字が分かんなくて、ここで書いてる時で、やそいなばってどうやって書くんだっけって Google で検索したら、そのさサジェストみたいなところにやそいなばとかなんかいろいろ出てきた後に、やそいなばスペースクズって書いてあって、おいやっぱさみんなやそいなばのクズになっちゃうわけこのゲームをするとって、それクリックしたらあのスバルの切り抜きしか出てこなくて泣きました。泣いたよねマジで。だいたいスバルの切り抜きじゃんってなって、なんかスバルじゃんこれ、みんなクズにならなかったわけってなって、なんかすごい裏切られたような気持ちになった。勝手に悲しかった。嘘だろみんなってなったわ。はい、というようなところです。あのさ本当に怖いのがさ、実況中ってアドレナリン出てるからさ痛み感じないんだよね。